今回は江戸時代の19回目についてお話します。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。今回の主役は五代将軍ですね。五代将軍は誰か。答えは徳川綱吉ですね。ではこの綱吉を補佐した人物ですね。まずは大老です。答えは堀田正敏で、側用人ですね。答えは柳沢義康と言います。まずこの徳川綱吉といえば元禄という元号を覚えてください。でこの大老なんですけども、この堀田正敏という人は徳川綱吉が五代将軍になるときにかなり力を発揮した人です。ですからこの人のおかげで五代将軍になれたと言っても過言ではないですね。ですから大老という役職になりました。でもこの人刺されて亡くなっちゃったんですよね。でその後に補佐したのがこの側用人という人になります。では内容いきます。まず最初ですね、天文型というのを設置しました。で天文型とは何をするところかというと、暦とかあとは天体ですね、空ですね、星とか天体ですね、それを研究するところです。ではこの天文型に任命された人ですね、これ2つありますけども同一人物です。どちらでも構いません。答えは渋川俊海または安井三鉄と言います。でこの人は状況歴という暦を作成しました。では次です。法令が出されました。どんな法令か、極端な動物愛護令とあります。ではこの法令を何というか、答えは生類憐れみの令ですね。でこの法令のおかげでこの徳川綱吉という人は一昔前までは悪人でしたね。もうどんだけ動物を大切にするんだと。特にこの人犬年だったので犬をすごい大切にしたわけです。ですから犬を傷つけたら人が死刑になったりとか、そんな話もあったと言われています。でそんな風にもうめちゃくちゃ極端なありますね動物愛護令だったんですけども、最近の研究ではちょっとプラスの見方もあります。それは何かというと、この時代の人々の意識を変えようと、そういう目的でわざと極端な動物愛護令を出したんじゃないかというふうに言われています。それはどういうことかというと、まあこの時代ですね、江戸時代が始まっても100年近く経ってますけど、まだ戦国時代の気風というか、そういう感覚が残っていて、その人を殺したりするっていうのもあんまりそんな重い罪のイメージがなかったらしいんですよね。でこの時代なんですけども、結構人々の倫理観というかそういうのがなくて、例えば子供を捨てるとか病人を捨てるとか、あとは農村で行くと牛とか馬が病気になったら捨てるとか、もうそれ厄介なのはすぐ捨てちゃえとか、そんなふうにことをやってたわけです。ですからそんなことは全部ダメだと、罰するぞということを言ったのがこの生類憐れみの令と言います。そういう見方をするとかなり人々の意識を変えることができたというプラスの見方もできます。では次ですね、ここになります。科学型を設置しました。で科学型というのは何をするところかというと、和歌を研究するところですね。ではこの科学型に任命された人物は誰か。答えは北村紀銀と言います。では次ですね、これは簡単に言うと学校みたいなイメージですね。林芳香ですね、林信厚でも構いません。彼を大学の神に任命しました。ですから学校の責任者に任命しました。そんなことですね。この林という名字を聞いて皆さん、江戸時代初期のある学者さん思い出せますか。はい、ちょっと復習を思い出してください。はい、 OK。 そうですね、林羅山という人をやりましたよね。あの人の子孫になります。ではこの学校何というか、答えは湯島聖堂と言います。でちなみに徳川綱吉という人はもうめちゃくちゃ学問が好きな人で、自分でその部下ですね、旗本など集めて授業をしていたというふうに言われています。では最後ですね、ここです。ここは人物ですね。元禄金銀の発行、後に勘定奉行になったこの人物は誰か。答えは荻原重秀と言います。ではここで荻原重秀のやったことについてお話します。この元禄金銀の発行というのがあります。これは何をしたかというと、小判に含まれている金の量を減らしましたですね。
今までの小判はその小判が1枚ありますよね。そのうちの 80% 以上金だったんですよね。であとの十何パーセントは他のものですよと。それをこの元禄金銀は 50% ちょっとを金にしましたよと。で残りの40何パーセントですね、半分ぐらいは違うものにしましたよと。そういう金銀を作ったわけですね。まあ例えるとこういうことですね。例えば金 100g ありますと。で今までの小判ですね、1枚金が 10g 入ってましたと。じゃあこの金 100g で1枚 10g なら小判が何枚作れるか、10枚作れますよね。で荻原重秀はこういうことをしました、ね、今まで 10g じゃあ半分にしようぜと、金 5g でいいよと。で他のやつを混ぜようぜと。そしたらお金が、ね、金 100g で1枚 5g なら20枚できるじゃん。おう10枚増えたよねと。じゃあこの10枚を幕府の収入にしようぜ、イエーイってやったのがこの荻原重秀という人です。でこの差額の儲けのことを出目と言います。ですから幕府にしてみたら今までと同じ金の量でお金が増えるわけですよね。で収入は増えます。めちゃくちゃいいです。ただ一般の人にしてみたらどうなるかというと、これはマイナス面が大きかったんですよね。どういうことかというと、今まで金 10g 入ってたのが 5g になりましたよとですね。仮にこうなったとしたら気づくわけですよね。あれと、最近の小判質が悪いねと。じゃあ今まで例えばこの棒ですね、この棒を小判1枚で売ってたんだけども、小判の金の量減ったじゃん、じゃあ2枚に しないとねと、私ら損だよねということで物価が上がります。インフレーションですね。そういったのを生み出しました。でもこれが悪いかどうかというと、今の経済学で見ると全然悪くないんですよね。そもそもお金というものはその国の信用で成り立っているわけです。皆さん例えば1万円札知ってますよね。福沢諭吉のあの1万円札です。じゃああの1万円札を作るのに1万円かかってると思ってる人いないと思うんですよね。で、まあ、いろんな説があるんですけども、1万円札を1枚作るのに100円はかからないと言われていますね。50円、60円、そんな紙切れが1万円の価値として流通しているわけです。それはなぜか。それは政府の信用ですよね。ですから政府の信用があれば、そのお金というのは、その限界以上の価値を持つんですよね。そういったことをやろうとした人なんですよね。ですからすごく近代的だったわけです。でもこの当時はさすがにそううまくいかなかったみたいで、先ほども言いましたけども、物価がどんどん上がって、ダメじゃんと。いうことで不満が高まりました、ね、それがこの荻原重秀のやったこの元禄金銀の発行という結果になります。今回はここまでです。ありがとうございました。